ないこと言うなよやれよ言ったんだったら本当に <laughs> どうしてそうなるかな <laughs> いやバイバイって聞いたらバカだよ、ね、さ、<laughs> <laughs> いいじゃん元ヤクザだっていやヤクザじゃな <laughs> なんか褒め殺ししてるそれではご覧くださいまあその俺のお師匠さんって三重県知事やつ北川正康さん,北川さんって呼んでるけど、うんはい、北川先生なのよ、うん まあ大好きで、もう俺のもう政治のお師匠さんなんだけど、えー、彼は三重県知事、もともと国会議員やって、政和会から国会議員やって、えー、三重県知事になるのね。で、彼は2期で辞めるんだけど、えー、その、もう最後7割か8割ぐらいの支持率があって辞めるのよ。えー、まあでも、まあ彼の考えよは、やっぱり、 他戦は良くないと、結局。で、その自分が、えー、道しるべというか、そういうふうになるんだけど、まあ、あの時改革知事って結構いろんな人だけど、あの、出たよね。浅野さんとかね、うん、まあその、後々ちょっといろいろ問題あったりしてたけど、うん、あの、仙台というか、宮城の浅野さんとか、片山さんとか。<laughs> 黒れ、あの、片川の黒岩も、<う>あれでも、ね、あの頃は、あの、改革派って言われたよね。うん、で、彼が言ってたのは、その、ただね、やっぱり、 やめると、はい、もう本当ただの人なわけですよ。うん、ただの人以外ない。いや、食にも、終にも立たれると。かだから、現実問題としてそういうのもちゃんとしとかなきゃいけない。うん、まあ、彼はアセナの教授になって、はい、やっぱり道筋つけておかないと、やめるにはやめられないよね、と。うん、まあ、他にも改革とかいろんなことを教えてもらって、うん、すごいこう、まあ、もう4分の3ぐらいは県の職員、職員の意識改革、PDCA を回すためにどうするかとかね。<ー>いろんなことを俺はもう、すごい教えてもらったんで。で、彼、彼はマイフェストという言葉を作ったけれども。はい だから、多選してると、やっぱり、濁ってくるし、茶坊主ばっかりになるし、結局、この、さっきみたいに利権がね、もうそこに集まるわけだから、その県で千人業者とかさ、公共事業も全部だって決められるわけでさ、まあ、決めようと思えばね本当は入札しなきゃいけないんだよ。だけど、そういうことになってくるから、多選禁止って、別に法律で作れないから、そういうふうにしよう自分でそ,そんなに美味しいんだと俺、東京都知事出ようかな。<わ> <laughs> 美味しいよ。それはこうなるよ。 それを、あの、表立ってやると。<laughs> いや、二<や>回目のこれになるよ。いやいや、1回も二回も大切なんだよ。いやいやいや。で、しかも、あの、今度は警視庁だよ。つけんじゃねえよ。あ<ー>まあ、あ大体、あの、公職選挙法、あの、決、決勝二課がやるんで。んで、だから、 まあ、だって、アメリカだってね、アメリカ大統領だって、2期8年決まってるでしょ、はいうでね、あの、韓国だって、1期5年で決まってる。うん、まあ、決まってたロシアとか中国は本当にあいつら憲法改正して、ね、ああいうふうになっちゃうとはもうどうしてもなくなるんだよ。そう,ね、そういうので一緒結局県に行ったら、もうそれこそ座るところは一番ね、うん、あれだし、本当にもう県知事、都道府県会館とか来ても、職員とかわーっとかって来るぐらいさ、まあ、気持ちいいんだって。まあ、先生たちに聞いたことあるのよ、浅野先生とかも。 まあ、それやめるには大変だよ。どこ行ったってね、主品の一位だしね、うん、もう,、ねうでね、一生車猫舌ついてるし、うん、それは気持ちいいよと。これをやめるのは大変なんだと。<ー> <laughs> で、やめた人たちよ、俺が仲良かったのは、えーえー。で、そういう風になっていって、3戦0 0 4になっていったら、だからさっきも言ったけど、鈴木、ね、その鈴木新一さんも4期目だと何もやってないし、うん、やっぱりそこまでやってくるとさ、ろくでもないって、そりゃ。<laughs> ね、企業だってそうよな。長い、長いことやってるのに、くでもいい人なんかいねえな <laughs> っていう、なるから、そういうふうに、なんていうのか、こう自分立して、ちゃんとできるような、あの、こともあるし、<laughs> うん、その、選ぶ方もそれでいいのかと、そうですね。いうようにはしてほしいなと思うけどね。何、うんまあ、期がいいっていう、その、明確な基準はないけどさ、うん、せめて3期ぐらいまでやろう。うん、せめてな。まあ そっか、じゃ、あ俺東京都知事でよっかな、で、孫徳時さん、あの、広報担当で、あの、ほら。プロジェクトマッピングで、二十八億使わせてあげる。<laughs> <laughs> 使わせてもらえるそうですけど、どうします。<laughs> あるよ、それ六兆円もあんだから。二十八億なんか、はしたがれやんか。<laughs> <ー>ね、でも、そうやって、本当に、こう、主験者として、ちゃんと選べる。その。本当はね、ものを、こう、ね、ちゃんと出してほしいなっていうところもありますけど。なかなか、それが難しいなって。 っていうのは、改めて感じちゃいますけど。現実的な数値とかさ、きちんと出してほしいよね。本当は、マニフェストっていうのは、数値目標と政権公約、それを取ったら、こうしますよっていう、あれなのに、なんか概念じゃん。概念。もう、ね口、なんていう耳当たりのいいような言葉を言って、はあって、できないこと言うなよ。やれよ。言ったんだったら、本当に。誰も聞いてないから。いや、もう、孫斗さんのことじゃなくてね、そんな政策誰も聞かないから、特にあの、 今日ね、その次出す本の打ち合わせ皆さんとしたけど、その俺が刑務所の中でちょっと書き溜めといたあれをね、ノートコピーあげて、それでその中から面白い言葉で、これどうしてとかやってたのそれ、福沢諭きちの言葉でね、俺書きと、書き留めてたのも忘れてたけど、<う>なんか尾崎幸雄に文書の書き方を、うん、あの指導した福沢諭きちの言葉で、猿に、猿に、あの、書いてやってると思って書きなさいと。私はいつもそうして書いてる。それで十分だから。福沢 <laughs> 諭きちそう言ってる。 文章書くときは猿に対して書いてやってんだと思います。俺、おお、それ今、今になって見てみて、あ、俺の X のポストはまさにそれだわ。そんなもんなんだって。これ、これ、これ言ったらこの番組のね、視聴回数落ちるかもしれないけれども、それが俺のね、特徴なんで、ほとんどの人間はそんなリテラシー高くないんだから。わかるよ。いや、わかるけど、それを言ったらおしまいなんで。俺はね。まあでもね、それをわかるようにこうやって番組にしてくださってるのはこれだなそことだ思いますけど。エフェクト理論って言ってね、その、 北京の町長ね、はい、北京の町長が羽ば,羽ばたくと、うんいね、それを美しいと思って2話になり4話になり8話になり16話、まあ、それがニューヨークでハリケーンを起こすって言うんだけど、うん、ちゃんともう一人でもいいからそうやって一つずつやったら倍倍になって増えていくって、うん、俺はそれを信じてこれやってるから、うん、バカラも倍倍になると思っていや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 どうしてそうなるかな <laughs> いや倍倍って聞いたらバカラだろ、ね <laughs> 今の美しいやな、ガラガラって崩れたなんか。<laughs> まとまったかなと思ったら。そ <laughs> <laughs> んないいとこ持ってかさませんよ。<laughs> <laughs> まあ、結論から言うと、都知事選は <laughs>、もう、これ地獄 S だね、これはね。まあ、本当に <laughs>。<も>まあでも、その、ある意味、 まあさっき与野党対決っていうから、あの、国政を占う上ではなんか、えー、まあ重要っちゃ重要な気もするな、うそういう意味では。今回。その、今回のやっぱり、はい、まあ、特にだから自民党とかどうやって見るかなとかね、まあ公明党はそもそも、あの、絶対与党につかないといけないので、<ー>彼らの、あの、総合学会の許認可を与えるのは東京、東京都なんで、だからもう絶対東京都議会と東京都知事はもう絶対与党でいないといけない。へー それであれ、いつも都知事選って近い気合入ってるの、それなのそうですよ。そうですよ。そうなんですか。はい。あ、じゃあ俺東京都知事選出ようかな。頑張って、俺とちためっちゃ応援する。俺が応援したらすんげえよけ。票が減るかもしれんけど。いや、それで都知事選受かって、その後ちょっとあの、学会のトップに来てもらって、えっと、共認課なんですけども、資産、なんちお持ちでしたっけいやだからそれ捕まるよ。それ捕まるから。 ちょっと一緒に、<や>一緒に中国行きませんかこらこら。半日やん。<laughs> ああ、それ。あ,あの、まあ、あ基本のあの、修,修行本修行人、居人か都道府県なんて。へえ<ー>。まあ、もともあの、館長はある,あるけどね、修行人。初めてですね。小学会は東京都です。そうですか。で、はい、このメイトはバリバリ。もうここはめっちゃ、めっちゃ気いってます。でもなんか、本当そう考えると、こうなんか、本当にこう、例えば東京都を良くしたいと思っている人が、 なってほしいですけど。うん、まあ、一応思ってるとは思うよ、とりあえず。そうそうそう。なんですけど、<laughs> でもなんかこう、<laughs> 結局は政、政局というか。そりゃそうじゃ本もう古今東西、昔からそうでしょ。それでしかないじゃないか、みたいな。いや、いやしょうがないよ、やっぱり。これ国政選挙でもね、昔から言われることだけでも、やっぱり、ね、政治家を見たらね、その国の国民のレベルがわかるっていう話で、はい、逆に言うと、東京都,都民って東京都民だっていう別に連帯感もなければ、別に、でしょ、別に。 別に東京都が良くなってほしいと思ってんじゃなくて、自分の個人の生活がたまたま東京都に住んでるっていうだけの話で、自分の足引っ張って、引っ張らないでくださいねっていう程度の思いじゃない。まあでもそれだから、うん、足引っ張るなよ。ソーラーパネル義務付けとか言ってっていう感じですけどもね。<laughs> あ、また不増やしちゃうた。<laughs> <laughs> そもそも別にそんなものが、あのー、 まあ彼らのプライオリティにあったとしても、結果ちゃんとしないと、まあそう通してもらわないから、それは自分のためだけになんかこうね、やろうというふうに思ってる奴ばっかりやったら俺は思わないよ、さすがに。俺、もしもう可能性があるんでっていうのは、いや、あのね、例え話よ。頭の体操だけど、俺が、その一定で、あの、もしかしたら争えるかもしれないっていう知名度があって、もう知名度がやっぱり絶対条件だけれども、その上で出て、何の政策、政策訴えるかっつったら、もう、 減税だよね。と、都民の立場で考えてみてよ。だから何やっても好き勝手てしてくれたんだけど、その金をね、俺らから集めた東京都、あの、特別区民税、都民税を、ね、あの、ばらまいてる先をね、ばらまかないと。プロジェクトマッピングなんかで電通に使わせないと。ね、そう、電通かどうかしなけど、そういう業者にね、はい、あれしないって言って、全部節約に節約して、だから言ってみたら、 橋本徹さんが最初の頃やったよようなことだよね,ね都政の無駄を省いてそれで出た余剰金は貯めとくんじゃなくって区民税下げますっていう,うん、うん、その公約はいけると思うよ俺の確かに減税都民,の都民への減税無駄ばできるよ、ねうん、そういうの財政あれだからな潤ってるから、うん、そうと俺は思うけどねうん、うん、そうですねそれ以外それ以外個々の都民によ都民に響く内容ある<笑><笑> 地下鉄2階建てと地下鉄は多分、あの、小池さんは思ってなかったかなと思いますけど、ほう通勤は地下鉄じゃ、ね、ん、それんまあまあそうです、ね。だから何も知らないんだよ。 子育て支援とか言ったってそれは子育て支援が必要な世帯っていうのはやっぱり部分だからね大事なことではあるけれども部分だし東京都が別に少子化どうにそれは国家だ国家がやることであって支援はすることだけれどもと思のそれでいうとやっぱり減税が一番少なくとも働いてる世帯にとっては一番ありがたいことだよね。 結構最後まともに行きましたね本当よかったよ <laughs> <ー>俺この3週間本当責任苦しんで何にもできなかったから、ね、そうですよねちょっとね体調崩されてねっていうのもありましたけど、ねはい、要は統一協会のお,お金パーティー券、まあ、要は10万円以内のがかなりあってそれを 出したくないいってううのが、うんえー、もう10万円にこだだわっった一つの理由だって、これは結構僕複数の,あのメディア関係者から聞いて,、うん、聞いてきたんだけど、うん、まあそのエビデンスがねどこにあるわけでもないけど多分そうなんですよ。まあ、それ以外にも企業ねいろんな出したくない人たちいっぱいの錠剤だったら出せって話なんだけど、うん、そこにこだわったっていうぐらいやっぱりそのまあ宗教とかね宗教団体とかそういう組織と結構。 まあ、自民党ズブズブブなんで,、うんえー、でそういう、まあ、今言った、ね、人たちも、まあ、特に安倍派とかはそ,そこがあったので、えーまあ、それをこう結果的に、ね、潰した岸田さんはないだろうし、うんえー、でそこで勝手に生き残った萩生田さんはやっぱりみんなから見て普通なんていうの親分 親分になりたかったら、もう自分がこうかってやらないと。そうです。そんな誰が押すんですかって話じゃないですかね。いや、本当そう思います。あの、やっぱり。あの、上司にごますって登ってきた人って。最後の一段登れないんです。なるほど。私が見てきた感じ。表現、表現になうん。あの、従いないんで。登れない、登りきれないんですよね。 だって組織ってやっぱり下から支えられないと、うん、あの持たないんで、うん、彼はあの上だけ見て、うん、目上の人にだけごますって生きてきたわけですよ。うんうん、なのでえ自分の古分も見えてなければ、国民の声も聞こえていないタイプなんです。で、安倍さんのね二番手になろうとしてるのに。 安倍派の安倍さんを支持している人たちが、やってほしくないことばかりをやってるの。全くそうだね。うん、ということは、あの支持者からも認められないですよ、ね。でも安倍さんを裏切ってるよね。うん、裏切ってますよね、うんうん。一番裏切ってるのは彼だね。次が、あの福井の、あのね,稲ね、はい稲。稲田さんね。稲田さんね。 あの彼女なんかもう何もなかったけど萩生田さんとかは、うん、そう考えるとまっ、あ、たくそうだよ、うん、そういう,ふうにであの稲田朋美さんは別にそれで自分を利,利するためにどうこうっていうのは見えてこないからさ、うんうんまあ、そもそも信念も何もなさそうだし、うん、まあ、まあ、LGBT で許せないです私は <laughs> まあだって、ね、何もないじゃんもともとまあでもあの LGBT の政治人に関してはあの人は信念があったんですよなるほど <laughs> あ,あれですよこれ前ちらっと言ったかもしれないですけれども番組であの、えー、私の知人がそのレナの新宿のホストの売り掛け金問題で叩かれて野党があのほら塩塩村綾香と出会あれでって言うんでちょっとこれはやってね周りからアドバイスもらってやっぱりここはちょっと政権与党にパイプ作った方がいいって言われてその人物があのだから稲田さんとあれなんで稲田さんのパーティー券買って連れてってあげるよって言ってまあ買って行って紹介されてこういうことでってったら。 えその今のホストの問題ですねホストの,あの売りかけの傷そんなおいしいこと野党には任せてられないわって言われたっていうんですからねポロッと言ったっていうんですよ <laughs> だから全てを全部そうやってだから LGBT 法だって結局そこでもう何らか一丁みしてですなまあ公金ちゅうちゅうなりですな自分の、まあ、方にお金が入るよやってるってこれか賀さん、はい。俺はねあ,あの時、えー、っと稲田さんが厳冬者まで来て。はい で俺ちょっといろいろイララさんに言ったんだけどうんうんと結構ね LGBT に関しては信念があったよ別に何か利権とかそういうことは、うんまあ、LGBT の政治にもを通したって別に利権にまああるかな今後弱者ビジネスにつながっていくよう弱者ビジネスは横行してるねうん。 ままあまあいいんですけどね,、まあ、ねま,あまあまあ俺もいい別にい稲田さんはどうでもいい確かに論,論評するほどの相手でもないですよねあとはさ2人が親しいさ野田聖子だよ野田聖子がさ頑張ったらいいんだよたださいいじゃん元ヤクザだっていやヤクザじゃないって言ってるけども <laughs> うん,んとそれ違うでも裁判の判決が出ちゃったんだから。うん でもさいいじゃないか元なんだからもう更生してるんだったとしてもあったとしても足洗ってんだから私だって務所まで行ってきましたからお疲れ様でれ様でしたねだから野田聖子があれをしょっちゃってるからきついけど野田聖子はでも新年でまた出てくると思うんですねなんとか20人を集めて。 だから彼女はやっぱりまあねそのどっちかっていうとあのリベラルみたいに見られるけどそういう意味ではちゃんとしてるしね僕らあんまり、うん、個人的には全然もう。う方向性としては、ね、例えば安倍さんと対比しちゃうとやっぱり保守のリベラル系に見られる野田聖子先生だけどやっぱりその、まあ、彼女は本当に信念で弱者に寄り添うっていうお子さんのこともあるし、うん、あるんだけれども。うんうん やっぱり、ね、どちらもお金のために政治家やってる私利私欲のためにやってるんじゃないっていう点ではね安倍さんと野田聖子のどちらもね,あのね考え方の方向は違うけど国使なのよどちらもやっぱり私利私欲じゃないっていう,う,いうでもねリベラルとかっていうけどねあのと野田聖子は郵政民営化の時に反対して自民党を辞めたんだよ、ね、それをあ,あの時官房長官副官房長官の官房長官かな の安倍さんが、はい、うよ同じずえを追いかけていって国会あの議場からあの国会から退席するのを説得したんだから、はい、同期ですかね、うん、そう同期で説得してるんだからだからうんと安倍さんの方がリベラルで <laughs> <laughs> そうでしょ 賛成してくれと郵政民営化にって言ってなあなたあの自民党を辞めるなと言っていや私は辞めますっていう野田聖子は郵政民営化反対ですっていう報酬なんだよ。かっこいいですね。かっこいいですね。まあ骨骨がありますよ。は骨はあるよ。あの時ね。うん。全覚えてる、ね。いやいやあの時も今もあるんだよ。あるんだけど怒り戦ね結婚の問題がねっていうのがあるんだよな。 に出したらもっとといい思うんだけどな骨がありすぎてよく孫徳さんとね喧嘩してるもんね2年ぐらい絶好してた時もあったじゃね孫徳さん見えかん時に戻ったからね信念当せっていやあの2人の二人はね面白いよ別々に会うじゃないそうすると結構あそこがねもう気に入らないけどってお互いに言いながらでも愛情たっぷりなのよ <laughs> まあまあいいん、ね、だ <laughs>、ね、<laughs> えっとであとは俺ね小渕優子がね、うん、あんなドリル優子って言われたぐらいで泣かないでカッカッカッて笑い飛ばして「何ドリルって,言って」やっぱりでもな結局器がないんじゃないですかねかなんかいろんな見てる戦隊のあれ見ててもそうだしやっぱりもうお嬢さんの影響全然出てないように感じるうねそれと野心がないよねはい 結局、だから、その、僕はいつもね、ここで言うけれども、結局、講演会の利権なんで、その、世襲っていうのは、ほぼほぼ。ああ、うん、そうかね。うん。で、あの時は、小渕ね、慶造さんが、まあ、急遽亡くなって、まあ、講演会が何とかして出さなきゃいけないって言って、彼女を仕上げてきて、全部秘書がやってるもんだから、本当に自分は何も知らないで、まあ、 ね、ああいう問題も、でもそれじゃダメじゃない。うん、ちゃんと勉強して自分が何をすべきかっていうことができてないし、今ね、党の四役とか言われて、その戦隊とか、はい、結局岡崎が出て何もできてないし、でしかも、その補選に関してだって、ね、今回参拝して、どん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 負けてて、戦隊も幹事長も、こんな責任取らない組織なんてびっくりするわ。まあそう言うだよ。<laughs> あの、チューゆオブチューかでやってんだよ。でも、まあ仕組みがあるんだよ。 でただ俺が残念だったのは茂木派ね、まあまあ、竹下派だよ、はいはい、まあ形成会だよ形成のをやめたわけじゃないここは芯があったんだよやめたのはだけど何か言えよと何も言わないわけだからさとにかく茂木さんが嫌いみたいですよ <laughs> だ,だ,だったら批判すればいいんだよ<う>だからそこら,そこら辺がねすごくいいところに育ったお嬢さんなんでですよ。それで野心がないんですよ だから、うん、とまあ安倍さんは実は第二次政権の時に俺に言ってたことがある女性の総理大臣を作りたい、うん、それの、うん、自分が考えている一番の候補は小、うん、渕優子だって言ってたんですよ、うんうん、だけどそれもちょっと、うんうん、今の小渕優子を見ると全然やる気がないよまず自分が。 まああ森さんも可愛がってたし青木幹雄さんもずっとやった、ね、そうそう森喜朗さんもそうなんだそ,そう青木そう。だから、えっと、もっと言うとあの富山の運送会社の渡貫さん渡貫さ,、はい、さんなんてもう猫可愛かわいがらですよ、はい、だから長老たちにものすごい可愛がられる、はいはい <laughs> だ,だけど野心がないからまあそれはしょうがないだから女性で自分がどうしてもなりたいっていう野心があるのは高市早苗とそ,、ね、それから野田聖子です、ね、高市早苗と野田聖子ってどっち取るって俺言われたらも,もう100対0で野田聖子もうもそうであれがやたらあれでしょう、えー、っとまあそれは勝手だからいいけども俺角田流将さんの書くものは大好きだしうん。 それからだけど二人で講演会をずっと暗劇してやってるでしょ。高橋さんないと<ー>加藤と陸生さん。なんで加藤さんそんなに高橋さんに入れ上げるのかどうなるんでか。いや金比類さんが押してるからだと思います、ね。<ー>皆さんいかがでしたか。減税公約の有効性や地方自治体の選挙のあり方について日本の民主主義や選挙制度の健全性に疑問が生じる方は高評価を。 特定の政治家が権力を自分のために利用し、また宗教団体との結びつきや政治家の倫理観の欠如も問題だと思う方はチャンネル登録をお願いします。日本の政治や社会について多岐にわたる話題が取り上げられ、政治家やその背後にある問題について率直かつ批判的な見解が述べられている点が印象的です。冗談まじりの部分もありますが、 革新を追体験や考察が含まれており、特に政治家の在任期間や権力の行使についての議論が興味深いです。まず、多選禁止について触れている部分があります。特に、権力が長期化すると、その権力に群がる者たちが増え、腐敗が進行するという指摘は、政治学的にもよく議論されるテーマです。長期政権による弊害や、権力にしがみつく政治家の問題は、 日本だけでなく多くの国で見られる現象であり、この会話でもその問題意識が強く感じられます。また、三重県知事や東京都知事選に言及する中で、地方自治や選挙のあり方についても議論が広がっています。特に、選挙において本当に必要とされる人材が選ばれるのか、という疑問は、選挙制度の根本に関わる問題です。この点に関しては、減税、 を公約に掲げることの有効性が論じられていますが、それが都民にとってどれだけ響くかという現実的な視点も提示されています。さらに、宗教団体との結びつきや、政治家が支持者のために何をするべきかについても言及されています。特に、自民党と特定の宗教団体との関係についての指摘は、日本の政治におけるタブとも言える話題であり、それを率直に議論している点が印象的です。また、 政治家の中には、自分のために、権力を利用する者が多いという批判もあり、政治の世界における倫理観の欠如が問題視されています。特定の政治家についての意見が交わされ、彼らの信念や行動についての評価が行われています。特に、野田聖子氏についての言及は、彼女が単なる権力欲ではなく、信念に基づいて行動しているとする点で、他の政治家との差別化が図られています。一方で、 こうした評価型の政治家には当てはまらないことも示唆されており、政治家の信念と行動の一致が重要視されていることが伺えます。全体的に、日本の政治や社会に対する批判的な視点が強く、特に政治家の倫理観や選挙制度の問題点が浮き彫りにされています。また、冗談交じりのやりとりの中にも鋭い指摘が散りばめられており、政治の裏側や現実の問題をリアルに描いています。 政治や社会のあり方を再考するきっかけとなり得るものであり、日本の民主主義の健全性について考えさせられる内容です。